沢柳正太郎から1927年12月24日は近代日本の文部官僚、教育者、貴族院直選議員。対象自由主義教育運動の中で中心的な役割を果たす。文部次官。東北帝国大学初代総長、京都帝国大学第五代総長、成城学園創立者、大正大学初代学長。この一人に美術史学者となった。 沢柳大五郎がいる。大学の自治をめぐり、沢柳事件を引き起こし辞職した。沢柳の最大の業績は、成城小学校での教授の実験によって、教育上の問題を実験的に研究して解決するという近代教育学の方法を確立したことである。その結果、文字教育における読み先、州の法則を発見した。 また、文部時間時代には小学校教育から変態がなお廃止し、子供たちの文字学習がスムーズに進むような改革も行った。歴史的かないも子供たちや教員を苦しめていた。ため、沢谷木は、その廃止も言ったが、保守派の反対にあって短期間に終わり、廃戦後の1946年の現代かない制定によって、ようやく実現した。 品なの国松本城下に、松本藩士、沢谷奈義人の長男として生まれる。1875年に、長野県海地学校加藤小学校から、東京支配学校付属加藤小学校へ転校。その後、東京府第一中学変則課に入学。同級には、親友の加野幸吉、上田和都市、高田露藩小崎公用などがいた。後、 教育例改正のため、第一中学から新生大学予備門に繰り上げ入学をし、帝国大学文科大学哲学科を卒業。同郷の辻真治の誘いにて1890年に文部省に入省、同年に文部書記官となる。また、東京専門学校や哲学館で心理学や社会学を講義し、心理学、倫理学を出版している。 1893年大谷神常、中学校校長。1895年群馬神常、中学校校長。1897年、第二高等学校校長。1898年、第一高等学校校長を歴任。1898年11月に、普通学務局長として文部本省に戻り。 1906年2月まで約7年強の長期にわたり在職し、第三次小学校令に見られる初等、中等教育の整備に尽力する。1906年から2年間文部次官に就任。校長歴任中より義務教育の延長を提唱し、文部官僚時代の1907年、小学校令を改正して4年から現在の6年の過程に移行させた。また、同年に、 奈良女子高等市販学校の開設、東北帝国大学や九州帝国大学の創設を決定。旧制高等学校を増設し、旧来の反伐の兵から脱却、全国から人材を登用する扉を開いたとされる。高等商業学校校長を経て、1911年3月24日に、東北帝国大学初代総長、1913年5月9日に、 京都帝国大学総長を歴任。東北帝国大学では、文庫解放という理念のもと、1913年に全国に先駆けて女子に帝国大学の文庫を開いた。京都帝国大学では、大学の刷新のため7人の教授を総長の権限で解任しようとして、これがスキャンダルとなる。その7人の教授の中に、大学の自治を唱える、 教育学者の谷本富もいた。1914年春、法科大学教授会の抵抗に遭い、逆に自身が京都大学を追われることになる。沢柳事件と呼ばれるものである。その後、陸軍士官学校の予備校として名高かった、成城学校の校長に就任。文部官僚時代の沢柳は、官村民費に基づく観光立学校史上主義によって、 私学の排斥を行っていたが、野に下ってからは、積極的に私学も奨励した。同校内に新教育の実験校として、1917年4月4日、成城小学校を創立した。ここに、広島から長田新の推薦により、小原国義を訓導として招聘し、以来、成城学校は、対象自由主義教育運動の震源地となる。 沢柳も1898年に、ドゥガンのペスタロッチー伝を訳したり、1909年には、実際的教育学を書くなど、新教育の指導者としての役割を担った。1916年以降は、帝国教育学会の会長、大正大学の初大学長にも就任している。松方孝次郎、木下正夫と共に尽力して、1922年、 ロンドン大学講師のハロルド・ E ・パーマーを日本に招いた。翌年、パーマーが文部省内に設立した英語教授研究所の理事長となった。1909年12月21日、貴族院議員に直選され、沢会に属死死去するまで在任した。1927年、国際会議出席のための外遊中に悪性の症候熱に罹患し、 帰国後の同年12月24日に死去した。去年62歳。遺体は解剖に処され、脳は東京大学医学部に保存されている。墓所は台東区の柳中霊園。沢柳正太郎。ありがとうございます。